それではラミネート型の電池を作っていきます。アルミ箔をラミネート加工したものを準備します。不用意なショートが起きないように切断面に絶縁加工を施していきます。鏡台の上に置いていきます。正極と負極の間に絶縁物セパレーターですね、今回は紙を入れていきます。これで乾燥状態のドライセルが完成しました。ラミネートパウチの切断面、この部分に尖った形状のプローブでコンタクトすることは非常に難しいです。現在、ラミネート型の電池の外装電測定では導電性の材料を使ってコンタクトすることが多いです。ので、導電性ゴムやこういった導電性の素材を使って押し当てて測定します。それではこの導電性材料を基板の切れ端に貼り付けてジグを作ります。電池としての電圧を測ってみましょう。今10ギガオームなんですが、10メグオームに変更すると0ボルトというのような状況になります。では外装電位を測っていきます。先ほどのこの軸に軸を押し当てていきます。この乾燥状態のドライセルは電池として完成していないため電圧が発生しません。電圧が発生しないということは外装電位測定を使用することができません。ドライセルでは絶縁抵抗検査が実施されます。絶縁抵抗検査に使われる製品としては ST5520、SM7110 などがあります。眼振ですかね、中液とも言います。電解液をこの中に浸してあげる、入れてあげないと電池として完成しません。ですのでこれから電解液を作りたいと思います。実際の電解液非常に危険ですので、今回は食塩水を使いたいと思います。水、塩、これを混ぜ合わせて食塩水を作っていきたいと思います。まず最初に比較対象としてドライ状態で電圧を測ります。で、10メグオームで測りたいと思います。今そうですね、不定な状態、0ボルト付近を表示しています。このですね、この紙にですこの食塩水を、はい、電圧が発生しました。 0.7 ボルトぐらい発生していますね。ちょっと少し落ち着いてきて 0.58 ボルトということ、コンタクトチェックをオンにします。インピーダンスはハイインピーダンス、ハイインピーダンスのオンにします。外装電位測定で使う DM7276 は容量性のコンタクトチェック機能と10ギガオーム以上のハイインピーダンス設定ができます。この容量性のコンタクトチェック機能は外装電位測定を確実に行うために必要な機能になります。コンタクトができていないときには静電容量の値が小さくなることを利用しています。この電池の上にもう一枚のラミネートアルミをかぶせて実際の電池に近い状態で外装電位測定を行っていきます。
コンタクトチェック機能で正確に測れているということがわかります。そして外装の絶縁がしっかりと取れているので不定または0ボルトを示しています。この状態では電池が良品だということがわかります。今度はですね、クラックが発生している状況の実験をしたいと思います。今はまだこのラミネートすごく綺麗ですね。完全に絶縁された状態です。しかしここにわざとクラックを入れたらどうなるか実験してみたいと思います。それではクラックをわざと入れていく作業をします。ちょっとマーキングをしますね。ここにクラックを入れるようにします。カッターナイフで本当に小さなクラックを入れます。そうですね、こういう、これがクラックです。クラックが入った面を内側になるように重ねて外装電位を測っていきたいと思います。それで外装電位を測っていきます。正極と外装管の間に電圧が発生しています。これはクラックから電解器が侵入してラミネートの中のアルミニウムと反応したからです。外装電位測定によって電池内部のクラックを検出することができました。しかしこのクラック発見されたとしても電池自体は良品と判断することができます。問題となるのは負極と外装がショートしているときに内部にクラックがある場合、この場合電池が急激に劣化してしまいます。このあたりの詳しいことはまた別の動画でお伝えいたします。でシリアル接続しました。電圧は2ボルトちょっとですね。